現在の自由貿易地域、自由貿易協定が結ばれた地域が表示されている。グローバリゼーションによる多国籍間の物流グローバリゼーションによって、労働者の失業問題が起きることがある製造業のコストが安い国では安価な製品を大量に製造できる。グローバリゼーションとは、社会的あるいは経済的な関連が、旧来の国家や地域などの境界を越えて、 地球規模に拡大して様々な変化を引き起こす現象である。グローバライゼーション、グローバル化、世界化、地球規模化などとも呼ばれる。他動詞にする場合には、グローバライズするという。グローバリゼーションという言葉は、様々な社会的、文化的、経済的活動において用いられる。使われる文脈によって、例えば世界の異なる地域での産業を構成する。 要素間の関係が増えている事態など、世界の異なる部分間の緊密なつながりをする場合もある。グローバルとインターナショナル、グローバリゼーションとインターナショナリゼーションという語は意味する範囲が異なる。インターナショナリゼーションは国家間で生じる現象であるのに対して、グローバリゼーションは地球規模で生じるものであり、国境の存在の有無という点で区別される。 具体的に言えば、世界地図を見て、国境を意識しながら、国家間の問題を考えれば、インターナショナルな問題を考えていることになる。対して、地球儀を見ながら地球全体の問題を考えれば、グローバルな問題を考えていることになる。すなわち、グローバリゼーションの方が、インターナショナリゼーションよりも範囲は広くなる。国立国語研究所は、外来語言い換え提案において、 地球全体の規模に拡大することを意味する地球規模化と言い換えるのが分かりやすい。地球全体が一つになることに着眼して地球一体化と言い換えることもできる。中国語で用いられている全球化も端的で分かりやすい場合がある。としている。世界史的に見れば何らかの現象のグローバリゼーションは大航海時代に起源を発する。 大航海時代によりヨーロッパ諸国が植民地を世界各地に作り始め、これによりヨーロッパの政治体制や経済体制のグローバリゼーションが始まり、物流のグローバリゼーションが起こった。これが本格化し始めた時期は19世紀で、ナポレオン戦争による国民国家の形成や産業革命による資本主義の勃興が近代のグローバリゼーションを引き起こした。 特に19世紀末から20世紀初頭にかけて帝国主義の最盛期とともに世界経済は高い統合度を示すようになりこれは1914年の第一次世界大戦勃発まで続いた当時の貿易統合度は非常に高く1913年の貿易統合度は1980年代になるまで回復しなかった第二次世界大戦が終わると アメリカ合衆国を名詞とする冷戦の西側諸国で多国籍企業が急成長し現代のグローバリゼーションが始まった1970年代から国際決済が急速にオンライングローバル化しグローバリゼーションという語が使われるようになった東欧革命の翌年である1990年にはボーダーレスという語で国境が越えて揺さぶる力がものを言うという論調で 東欧革命後の世界が語られる例もあった。原田康史、大和総研は、グローバル化の進展が懸念されたのは、1991年のソ連崩壊がきっかけであると指摘している。特に、ソビエト連邦が消滅したことにより、アメリカ合衆国の単独派遣が確立された1992年元日から、グローバリゼーションという語は一層の広まりを見せた。 ソビエト連邦が消滅すると社会主義の消滅と資本主義の永続が主張され冷戦後の自由貿易権の拡大によって文化や思想の枠にとらわれない貿易が促進する事態グローバル企業が地球上のどこでも欲しいままに振る舞える世界、経済、政治、社会などあらゆる体制をアメリカ型に変えることも指すようになったそのため グローバル化イコール新自由主義、グローバル化イコールアメリカ化とされることも多くなった。反、グローバリゼーショングローバリゼーションという言葉は、負の現象、例えば工業や農業といった産業の世界規模での競争、多国籍企業による搾取の強化、国内産業の衰退、プレカリアートの増大という現象を指す場合もある。 1992年以来、グローバリゼーションの負の減少を憎む人々は、主要国首脳会議の開催地などで、反グローバリゼーションを訴えている。こうした動きが初めて世界中に知られるようになったのは、1999年11月30日から12月2日に、シアトルで開かれた第3回世界貿易機関閣僚会議における反対デモである。この時、 世界中から押し寄せた反対派が会場周辺で大規模な抗議行動を行った結果、会議の継続が不可能となり合意は成立しなかった。これ以後、反グローバリゼーション派は重要国際会議に押しかけては反対行動を繰り返すようになった。2015年頃には、反グローバリゼーションな関ずグローバル資本主義へのイヤイヤを掲げる党派が世界で躍進している。 グローバリゼーションと無規制資本主義の総本山であるアメリカ合衆国で社会主義者を自称するバーニー・サンダースがアメリカ大統領予備選で指名争いを演じ保護主義を掲げるドナルド・トランプがアメリカ大統領選挙で勝利したことがその象徴的な出来事である。アメリカ以外でもジェレミー・コービンやジャン・リュック・メランションなどが反グローバリゼーションを掲げて躍進している。 こうした反グローバリゼーションの動きはしばしば対立軸としてのナショナリズムの流星をもたらした。これはグローバリゼーションによって社会の急激な変動や不安定化、格差の拡大などで被害を受けた人々が自国の文化にすがって他の文化に敵意を向けるいわゆる排他的ナショナリズムにもつながっている。二0二0年の新型コロナウイルスの感染拡大を止めることができず、 パンデミックに至ったことで世界各国で入国制限が開始されることとなり世界経済の前提にあったグローバリゼーションが破壊されてしまったこのパンデミックを契機として世界中でナショナリズムが発露し無制限なグローバリゼーションの問題点が人類全体で意識されるようになったグローバリゼーションの傾向が認められる現象は多くあるが 現代のグローバリゼーションでは第二次世界大戦後に地球規模化した現象世界強行最中の1930年代前半に失われたが現在に復活している現象ベース冷戦終結後の1990年代に地球規模化した現象の3つの流れがある。これらの現象には人物金と情報の国際的な流動化が含まれる。また科学技術、組織、 法体系、インフラストラクチャーの発展が、この流動化を促すのに貢献した。一方で、様々な社会問題が国家の枠を超越し、一国では解決できなくなりつつ、ある。経済的グローバリゼーションとは、物資、サービス、技術、資本の国境を超え移動が急激に増加することによって、世界中の国民経済が、経済的に、相互依存することである。 経済的グローバリゼーションは、世界貿易を抑制する関税や税金、貿易規制などの障害を減少させる一方で、国家間の経済統合を増加させ、グローバル市場、または単一の世界市場を出現させることとなる。論者の視点に応じて、経済のグローバリゼーションは、肯定的にも否定的にも見ることができる。経済的グローバリゼーションには、様々な要素が含まれる。 生産のグローバル化はコストと品質の違いから利益を得るために世界中の様々な場所にある供給元から商品やサービスを取得することを意味する。同様に市場のグローバル化は様々な別々の市場を巨大なグローバル市場に統合することと定義される。現在のグローバリゼーションは外国直接投資を含む資本の国際的流動の増加、 貿易障壁の低下、その他の経済改革、そして多くの場合は移民によって先進国が発展途上国と統合しつつあることが主な原因となっている。グローバリゼーションが進化する前はアメリカ合衆国は世界の輸出において不可欠なまでの経済力を保持した派遣国家だった。しかし、グローバリゼーションの到来後、ドイツ、日本、韓国、中国は アメリカの立場に挑戦する重要な競争相手となった。日本では2010年代に入る前後からかつてコスト削減や利益を増やすために中国企業に積極的にノウハウを教えた日本の企業が逆に中国企業に買収される動きも出ている。グローバリゼーションの進化には情報通信技術の発達が大きな役割を果たしている。 すでに航空と海運、それに道路、鉄道の改良や海上コンテナの導入によって物流の効率化が進み物流ネットワークの発達が始まっていたが、1980年代後半、イコジムの電算化や通信衛星の利用が始まり、1990年代後半のインターネットの発達によって情報の迅速な交換が可能となり、遠隔地間の情報伝達コストが 大幅に下落した。このため世界で最適な調達、販売を行うサプライチェーンマネジメントが発達を遂げ、これと国際資金移動及び国内金融市場の規制緩和によって資金移動が容易になったことが多国籍企業の成長と世界経済の支配割合の高まりをもたらした。社会的、経済的交流の増加に伴い異文化間の文化の交流も増加した。 これに伴い、各国では多国文化の流入が起きて多様性が増大し、さらに在来の文化と異文化との融合によって新たな文化が生まれる一方で、流入する異文化とは、大体において有力な文化、特にアメリカを中心とした文化であり、アメリカナイゼーションをはじめとする文化の確立化による文化祭の減少も顕著となっている。食文化においては、世界各地で 気候風土や現地文化に即した独自性の高い文化が世界各地で育まれていたが、1990年代以降、流通や情報技術の発達によって、食品系企業の世界展開が起きて、急速に標準化が進みつつあり、全体として際は縮小する傾向にある。政治的グローバリゼーションは、まず、これまで国際政治の主役だった国家の他にも、 様々な組織が台頭してきたことで説明される。具体的には、世界貿易機関、WIPO、IMF などの国際機関の役割が増大したこと、国民国家の枠組みにとらわれない NGO などの組織が拡大し、これも国際政治に影響力を及ぼすようになってきたこと、さらに多国籍企業の勢力増大などが挙げられる。また1992年には、 冷戦終結後世界各地で増加しつつあった地域紛争を予防するための予防外交という概念が国連のブトロスブトロスがあり事務総長によって提唱され国際社会が地域紛争に介入することも行われるようになった。これにより国際連合平和維持活動が大規模化強化されマケドニアで紛争の予防に成功したものの ソマリア内政やボスニアヘルツェゴビナ紛争では紛争の抑止に失敗し国際連合ルワンダ支援団でもルワンダ虐殺を阻止することはできなかったように必ずしも成功を収めているわけではない。その他重大な政策案件に関して全世界的な共通認識にのっとり協力体制が取られることも多く見られるようになり、 こうした問題に全世界的に取り組んでコントロールしようとする動き、いわゆるグローバルガバナンスも求められるようになってきた。例として、環境問題や民主化が挙げられる。特に民主化については、1990年代以降、冷戦が終結し対抗するイデオロギーが存在しなくなったことから世界的に民主化を求める動きが非常に強くなり、 先進諸国の発展途上国への政府開発援助は民主化を前提とすることが多くなった。中でも援助に頼る部分の多かったアフリカ諸国において先進諸国は独裁国家に対する援助の削減や停止を行い独裁性国家は民主性国家に対し得られる援助額が非常に少ない状態となった。このことは1990年代前半において ブラックアフリカで急速な民主化をもたらす原因の一つとなった。その後、発展途上国への援助は、累積債務問題解消のためのワシントンコンセンサスと結びつき、世界銀行や IMF は共同で、経済危機に陥った途上国に対し、経済支援の条件として、構造調整政策の実施を行い、公的部門の縮小と経済の自由化を求めた。しかし、 公的部門の縮小によって失業が増大し、教育や医療などの質的低下によって社会不安が増大するなどといった悪影響が大きく、特にアフリカにおいては多くの国で構造調整後も経済の賃貸は悪化する一方で政策は必ずしも成果を上げていない。さらに民間融資の低迷によって世界銀行及び IMF からの融資が 後発途上国への融資の大部分を占めることとなってしまい、さらに先進国も融資条件として構造調整政策の実施を前提として求めたため、この両機関の移行が途上国経済を左右することが可能となってしまい、内政不干渉の原則に外れるとの批判の声も上がった。グローバリゼーションの進展に伴い、各地で地域統合が進められることとなった。 交通機関や情報網の発達によって各国間の移動も急速に増大しており、これは海外旅行や観光の全世界的な増大や不法入国者、不法滞在者を含んだ移住者の増加に現れている。自国外への旅行者の総数は1960年の1億人未満から2015年には11億9000万人にまで増大した。 このうち出発国の近隣諸国への旅行客が77%を指名圧倒的に多いものの遠隔地諸国への旅行者の割合は増大しつつある。ただし、旅行目的の移動と異なり、労働力としての人的移動は各国においてかなりの制限がかかっており、資本移動に比べ自由化が遅れている。特に非熟練の単純労働者の移民にはかなり強い。 政権が課されているところが多い。また、人的移動の増大はそれまで小さな地域にのみ存在していた感染症の拡大リスクをも増大させる。特に1980年代の高天性、免疫不全症候群はブラックアフリカを中心に全世界的な流行を見せたが、先進国に拡散した際はまず海外との交流の大い大都市に患者が現れ、 そこから国内へと拡散していくパターンが広く見られた。これはそのまま人間の移動パターンを示しており、グローバリゼーションにおける感染症の拡大状況と危険性を示すこととなった。世界各国間の情報交流は常に増大し続けていたが、1990年代後半以降のインターネットの成立と普及は情報の交流を爆発的に増大させた。 グローバリゼーションの進展については、肯定的に推進しようとする意見も、ある一方で、批判的意見もあり、様々な立場から撤廃しようとする意見が、提示されている。様々な分野においてその講罪につき議論されている。ありがとうございます。